エリナ、どうかしたかい何を泣いているんだいこの涙は、幸せの涙です。あなたが、ここにいることの、子供の頃、いじめっ子に、さらに殴られるのを知っていて、あえて、自分の名の入ったハンカチを見せた、誇り高き。 ジョナサン・ジョースターが、この腕の中にいる。幸せです。それは、僕も同じさ。心が暗く冷えてしまった時、暖かくしてくれたのは、君なのだから。だからこそ、君の住むこの世界を守れたことが、とても嬉しい。この人を、父さんに会わせたかった。 愛は、ま、まさか、そ、そんなバカな、ディオンが、生き、ジョナさんエリナ正室へ戻っているんだドアに鍵をかけるのを忘れないでおーっとー。えー おやは、船倉か。臭そうだな。ダーティなところへ十字架を落としちまったぜ。えっ。売っちゃってもいいが、仕方ない。大事な商売道具、拾いに行くか。神よ。あんたこの俺を臭えところへやるのがお好きなようだ。おや なんて感情そうな箱だ。まるで金庫だな。中にはどんな大切なものが入っているんだえ<っ>んここは船倉か。あの東洋人はどこへ大きな棺だ。誰の棺だろう。そして、 そのそばに立っているのは、あの服装は神父かすみません、神父様。顔に傷のある東洋人を見かけませんでしたかふっふっふ神父様ボディ、来たかジオジョージョ、見ろよ。このディオのありえない姿を。 だが、あえて、あえてこの姿をお前の前にさらそう。即席で手に入れては見たものの、神父のボディはこのデュオには馴染まんど。どういう意味だそれは、この肉体に対する尊敬の念が全くないからだ。獅子王ウィンザレオ、稲妻の騎士アイクマン、そして、 独眼のカイネギス。奴の首をはねて、そのボディをこの俺に献上しろディオ、君の野望、そしてその執念、正直驚かされることばかりだ。これもすべて、石仮面が僕ら二人にもたらした、奇妙な運命なのかもしれない。でも、でも、これで終わらせる。 今度こそ本当に終わらせるこの、うん、痛み、この暑さ、死ぬの肉体を通して感じるぞがだが、お前のそのゲスな波紋なぞ波紋に侵された部位を切り離せば、痛くも痒くもないわな、なに ディオは、波紋を打ち込んだ部位を自ら切り捨てた。ディオは、不死なのか。次は、こっちの番だな。ジョジョージョナソンディオ様、残るはこの女だけでございます。おとなしく、我が同胞となれ。エリナん我が肉体となって生きよう。 ジョージョどなた妙な動きに気をつけろ一体引けこいつは、最後の最後に何かやるのかもしれんてめえ脳みそは指で救い取ってくれるこの薄殿め エリナだけは、体内に残された、微かな最後の波紋、すべてを一気に放出する、微かでいい。やばい、ワンチェンああき切れた。僕の体の中で、何かが切れた。 何かが